さあ、それでは早速進めてまいりましょう。トップを飾っていただくのは、富山を中心に北陸で活動するローカルアイドル、ピコピコレボリューションの皆さんです。ハンマーで叩かれると幸せになりますというキャッチコピーだそうです。それではピコピコレボリューションの皆さん、お願いします。Thank you.
コットレボリューションです。よろしくお願いします。はい、私たちは富山県を拠点にいつも活動しているんですけれども、はい、初めて見た方どれくらいいますか？はい、ありがとうございます。今日があの三能さんが一番人が多い日だと思うんですけど、お昼にも出演させていただいたんですけど、もうそれの倍以上のお客さんがいて、すごいね。やっぱ学生が増えましたね。すごい、お客さんもいっぱいということで、あのぜひね、今日初めて見たって方も、あのなんかちょっと名前見て気になって見てくれてる方もね、あのぜひぜひ覚えていってもらえたらなと思います。そしていつも私たちはこのピコピコハンマーを使って活動してるんですけど、このハンマーにはある力があるので、なっちゃん教えてください。はい、このハンマーで叩かれた人は幸せになります。やったー。もう一回、もう一回やっとこう。はい、やっぱ初めての人も多いと思う。次に後ろのみんなも見えてるよ。イエーイ。私がでは、このハンマーを叩かれた人は幸せになれますっていうので、皆さんは両手を上げてやったーって言ってほしいと思います。いきます。このハンマーで叩かれた人は幸せになれます。やったー。増えた。ありがとうございます。はい、それでは楽しんでいきましょう。次の曲はですね、初めての方も一緒にわっしょいわっしょいと言ってほしいなと思います。私たちがこうやって言ったらわっしょいって言ってくれるとお祭りですのでね、盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。幸せ方程式。Yeah.
そこですであると思うので、もし初めて見て気になった方はね、ぜひあのチラシだけでももらいに来てくれたらなと思います。このポップハンマーも売ってますので、あの欲しいなと思った人はぜひお買い求めください。はい、はい、そしてですね、この後夜の8時からなんですけれども、あのこの商店街をちょっとまっすぐ行ったところにですね、あのレベル3というクラブがあるんですけれども、はい、こちらでこれを、石川県から、新生親指プリンセスさん、そしてあの同じく富山のメドロシさんをゲストにお呼びして無料公演をやります。無料とは言ってますけど、あのドリンク代500円いただきますので安いので気になった方はぜひ遊びに来てください。そしてあの CD やいろんなあの CD もあの7月5日に販売しますし、他にもいろんなグッズ売ってますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、それではこれがラストの曲になります。盛り上げてください。それではラスト聴いてください。トップルービー
とうございました。ピコピコレボリューションの皆さんでした。とっても熱いステージです。盛り上がってましたね。